北海道国なしりぐいの一国なしり軍しりは、北海道根室振興局国なしり島の郡以下の二村を含む、当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び、北方領土問題の項目を参照。江戸時代初期の寛永12年、正木藩は、村上家門左衛門のに明治国なしり、江戸の府などを含む江戸地の地図を作成、昭法元年には、 各藩が提出した地図をもとに、日本の全半島を収めた、商法を国絵図が作成された。この時爆明により、正木藩が提出した、自販領地図には国、クナシリエトロホ、ウルフなど39の島々が描かれていた。1661年、伊勢国松坂の七路兵の船が、ウルップ島に漂着したが、エゾの助けで、 エトロフ島や国な郡り群域及び重州島を経て、漢文元年に江戸へ帰っている。江戸時代中期の元禄13年になると、幕名により、正木藩は、千島や観察家を含む江戸前図と正木統合庁を作成し、正徳5年には、正木藩主は幕府に対し、重州島、東府都市、チュプカ諸島、観察家は、正木藩領と報告。 共放16年、国尻、エトロフの市長らが、正木藩主の元を訪れ献上品を送り、法歴4年正木藩によって、国尻場所を開き、白には雲城屋が置かれ、軍域内の東仏、ルロイ、後屋などに、旅宿所を開設し陸上交通の便を図り、海上交通は、北前船も寄港していた。安永2年、日田屋が、国尻場所での交易を受け負うようになり、 天明8年には大規模な作活製造を始める。完成元年、エゾが放棄したくなしり目なしの戦いが勃発し、エゾによって、白の雲上屋が襲撃されたり多くの和人が殺害されている。後に、乱の平定に協力した、愛の大人たちがまさきに赴もむき、この時彼らを題材としたエビス終列像が、柿崎破響によって描かれた。また、完成年間には、 本州や和人地などと同様に豪尊性が敷かれ、アイヌは百姓身分に位置づけられていた。また、オム社では、アイヌの有力者を役へぞに任命、大人たちは住民を調べ戸籍の作成に協力している。田沼を築ぐ知政の天命六年と関西三年、もがみ徳内が、くなしり軍域も遠さ彼は、完成十年にも、 近藤十三の案内役として訪れている。江戸時代後期、国後陸軍行は、東江戸地に属していた。南下政策を強力に推し進めるロシアに備え、完成11年国後陸軍行は、江戸武行直轄の抗議御料とされ、南部藩が白に金番書を置き警護を行っていた。国後陸軍行における、間宮林蔵や松田伝十郎らの活躍も、第一次爆僚期であった。 文化年間には、エトロフ航路を開いた、高田屋貨幣によって、泊り神社が創立されている。文化八年には、バクリが、国リ島に上陸した五郎人を捕らえると、その報復に、高田屋貨幣がロシアに捕らえた五郎人事件が、起こっている。文政四年、国リ軍域は、一旦、正木半寮に服した。加盟二年、松浦武四郎が、国尻軍行にも訪れ、王路は、 泊まり、おたとむ、シベトロ、袋は、ロワ、オンゴ、ベツ、フルカマフ、泊まりに宿泊した。安政2年再び天領となり、仙台藩が白に出張ジニアを築き敬語を行った。同6年の六藩分領以降、国なしり軍は仙台藩領となっていた。幕末になると、植沖神社も創立されている。慶応4年4月12日、函館裁判所の管轄となった。 母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、国尻軍が置かれた。開拓志向文録では、国尻軍に、国尻の軍が付してあるが、後に、現在の読みの、国尻となった。突起なき場合、根室、千島歴史人命事典による。ありがとうございます。